着いたか。煉獄門、かの門はいびつにして堅牢、聖者と亡者を隔てる関所なり。聖典に記されているのとまんま同じイメージやな。問題はこいつをどうやって開くかやけど。残念だがそれは叶わぬよ。この小屋久しぶりだね、ケビン・グラハム。まさかこのような場所で君と再会できるとは。やっぱり現れたか。俺が召した連中がうろついてるから現れてもおかしくないと思ったが。誰なの？元風聖書を司教にして教会史上最悪の破壊僧、見喰らう蛇の使徒にして白面の異名を持つ魔人。半年前に俺が召したゲオルグ・ワイズマンや。この男が。私としたことが迂闊だったよ。下方狩りケビン・グラハム、まさか君が長らく現れなかった第五位を継ぐものだったとはね。俺が守護騎士というのは隠し札の一つやったからな。もっともあんたを召したことでカードは切られてしまったけど。風聖省の連中も手の込んだことをする。おそらく君が聖痕を表した直後にシナリオは出来上がったのだろう。潮の杭と守護騎士、この二つを用いて万が一にも私を打ち漏らすことがないようにね。ああ、多分そうなんやろ。その意味では確かに俺はあんたの言う通り犬以上でも以下でもない。それで十分やと思っていた。どうやら随分と感じ入るところがあったようだね。しかしさすがは守護騎士と言うべきか。私も聖痕については個人的に研究を重ねてきたが、そのオリジナルにまさかこれほどの潜在能力が秘められていたとはね。何のことや。君もうすうす気づいているはずだ。この煉獄が君の潜在的な願望をもとに生み出されたこと。より正確に言うと全ては君の聖痕が原因なのだ。何やと？どういうことですか？和の消滅、それはサブシステムとして存在していた影の国に致命的な混乱をもたらした。無理もない。突然自らを律していた存在が跡形もなく消えてしまったのだ。そして影の国は自らを律する新たな種を欲した。より正確に言うと、あの時和の近くにいた者の中で最も深いトラウマを持つ者を選んだのだ。そして影の国は
君の奥底にある聖痕を探り当て、それを取り込む形でコピーした。そして聖痕は君の潜在願望である煉獄を影の国の中に現出させてしまう。まさにそのような状況の中で影の王は誕生したというわけだ。ケビン。公爵はこのくらいにしておこうか。以上のことを踏まえて一ついい方法を教えてあげよう。君が犠牲となる以外にこの事態を解決できる道よね。何やと。何、簡単なことさ。人間らしい心を捨てればいい。君の成功は言ってしまえば絶望と罪悪感から生まれたものだ。ならばそんなくだらぬ感情にとらわれることのない存在になればいい。すなわち何者にもよることなく自らをコントロールできる超人に。バカげてる。そんなもの人として正しい道のはずない。しかし私は長きにわたってそれを追求してきた。聖痕の研究もその一環。ヨシュアでは失敗してしまったが、今の君はその一歩手前まで来ている。そして超人となった時、君は完全に聖痕をコントロールし、新たなる影の王となれるはずだ。黙りなさい、悪面。これ以上そのみだらな舌でケビンを誘惑するのは許さない。誘惑ではなくて提案だよ。誓って断言するが、私は一言も嘘は言っていない。彼に滅された恨みなど、このような事態になってしまえばむしろ些細なことだ。私は見てみたいのだよ。七葉の教えを捨ててまで結社に求めた超人への道が真の意味で実現する瞬間をね。狂ってる。リス、もういい。もういいや。ケビン。それでいい。君ならばきっと理解してくれると思ったよ。確かに俺は強くあるべきなんやろ。ルフィナ姉さんをこの手で殺めてしまったこと、母ちゃんを拒絶して見殺しにしてしまったこと、そして今もリースや他のみんなを巻き込んでしまっていること、それもこれも全部俺が臆病でヘタレだったせいや。ケビン。その通り。しかしその弱さは必ずや克服できるものだ。私の示す超人の道によってね。ああ、多分それもありないのにな。でも俺、やっぱその道は選べそうにないわ。何？どうやら俺、思った以上にヘタレだったみたいや。あの時のチョコレートの味が忘れられそうにないねん。あの時の俺は確かに絶望しきっていた。でもだからこそあのチョコレートは俺にとって忘れられない味になったんやと思う。辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、嬉しいこと、
楽しいこと、そんなんを全て合わせてなお俺を前に歩かせてくれたあの甘くて苦くて懐かしい味を。ケビン、だからすまんな薄明、あんたの提案慎んで辞退させてもらうわ。いいだろう。君がどのような道を選ぼうと、それは君の自由だが、そのような甘い感傷でどう危機を乗り越えるつもりかな。アスタルテとロストルム、煉獄門の左右を守る悪魔どもか。いかに守護騎士といえど勝ち目がないのは明らかだろう。彼女を守るためにもどの道が君にふさわしいのか、今一度選び直す気はないかね。ケビン、耳を貸す必要なんてない。私なら大丈夫だから。薄面に加えて高位の悪魔が2体も相手か。ま、確かに万が一の勝ち目もないかもしれん。今までの俺やったらな。何？これは俺の聖魂が本来持っていたもう一つの顔、今までの俺には決して見られへんかった光の側面や。なんだと？大きい薄面、あんたの誘いを断れたおかげで俺は少しだけ自分に自信を持つことができたらしい。悪いけどこの力このまま試させてもらうで。いいだろう。付け焼き刃の力の時でこの薄面をしのげるか試してみるがいします。
暗き大地を清めるため今こそ来たり。そう光にしていし父よの守護者なの、今こそ我らに力を。やってくれたな。だが影の国にある限り、もはや私という概念は不滅。貴様の必死な強がりが果たしてどこまで通用するのか、この煉獄の狭間から見届けさせてもらうとしよう。必死な強がりか。まったく痛いところついてるな。ケビン大丈夫？しっかりして。なあ、さすがに無理しすぎた。でも大丈夫や、前みたいなことにはならへん。もう俺自身とルフィナ姉さんにちゃんと向き合うって決めたから。ケビン、しかし参ったな。白面を倒したはいいが、どうやったらそのバカでかい門を開くことができるか。二人で力を合わせたとしてもびくともしなさそうな感じやし。うん、でもせっかくここまでたどり着いたんだもの、こうなったら力ずくで破壊するしか。だから過激な方法は最後の手段にしとけって。それにこの煉獄を規定する一番重要かもしれへん構造物や、そう簡単に破壊できるとは。おーい、この声は嘘やろ。地獄に仏とはこのことだ。兄さんも非常識な人やな。なんであんたがこんなところまで入り込んでんねん。さすがに無理があるかと。
あなた、影の王と通じていませんか？誰だそれは。なあ、もうそんなことを言ってる場合じゃない。いいから逃げろ。追いつかれたら食われるぞ。え、今のは方向と羽ばたき、しかも多い。群れ、さっきのほどやないが、かなり高位の連中やな。くっそ、さすがに数が多すぎる。君たち、責任を持って何とかしたまえ。僕はこんなところでまだ死にたくなんかないぞ。それは私たちもです。ああ、俺もさすがに勘弁や。霊魂の力を使いすぎた。なんとかリースとこいつだけでも。来るな、来ないでくれ。ケビン、くそ、こうなったら。ようですね。な、何ここ、地獄。ふん、どうやら煉獄そのものみたいね。なかなか興味深いわ。いいタイミングで到着できたみてえだな。腕の振るいがいがありそうね。なんか見覚えのある人も混じってるみたいですけど。君ら、どうして。あの後セレスト様に君たちが落ちた場所について探っていただいたんだ。そちらに宝石があったから、なんとか突き止められたそうだ。つい先ほど道をつないで門を開けていただきました。この門をくぐれば庭園に戻ることができます。そうか、助かります。信じられない。話は後だ。今から突入してそいつらの包囲を崩す。君たちは隙を見て門の中に飛び込むといい。おおきに。よろしくお願いします。それでは始めるとしようか。灼熱の炎の中、悪魔たちと踊るダンスを。覇者検証。ヴァンダールの剣の前にまとめて砕け散るがいい。みんな行こうよ。